今回紹介するのは、新選組最強の剣豪と言われた沖田総司だ。沖田総司は、近藤勇、土方歳三と共に、新選組一番隊組長として活躍していたが、老害にかかり若くして夭折してしまったため、小説や映画では、発光の美青年として描かれてきた。そんな彼の生涯と、恋や愛等について解説するよ。沖田総司は、諸説あるが1842年、天保13年、陸奥国の白河藩士、沖田勝次郎の子として、江戸の白河藩邸で生まれ、三つと金という二人の姉がいた。沖田総司が4、5歳の時に、両親が続けて亡くなってしまい、幼い総司に代わり、姉の三つが日野宿出身の井上麟太郎を婿養子にして家督を相続した。麟太郎は天元理心流の近藤修介の門人であり、その関係からか1852年、嘉永5年頃、天元理心流道場、至栄館に入門し、三代目近藤修介の内弟子となった。沖田総司が9歳の頃と言われている。そして、天賦の際に恵まれた沖田総司は、1861年、文久元年、18歳で免許開伝となり、塾頭として、近藤勇と共に多摩地方へ出稽古に赴くようになった。9歳で剣術を習い始めて、18歳になった時は、すでに免許開伝のお出前になったってことは、本当に剣術の才能があったんだね。1863年、文久3年、将軍、徳川家茂上洛の際の警護のために、浪士組大使が募集されると、至栄館で同門だった近藤勇、土方歳三らと沖田総司も参加した。しかし、京都に到着するや、浪士組を提案した清川八郎の突然の宣言によって、衝撃的な事実が発覚した。将軍警護は、浪士組結成の表向きの理由で、清川の真の目的は、尊王攘夷運動だったのだ。そして、直ちに江戸に引き返し、攘夷を決行するというのだ。将軍警護を果たさぬまま、江戸に戻ることに納得いかない近藤たちは、清川率いる尊王攘夷派と分裂し、京都に残ることを決めた。そして、彼らは京都下職、会津藩お預かりの身分浪士組を結成。その中にはもちろん沖田総司の姿もあった。そしてその年の8月18日の政変が起こり、会津藩や薩摩藩などの公部合体派、いわゆる朝廷と幕府で連携して幕藩体制を再編しようとした勢力が中心となって、長州藩や三条実と皆尊攘派公領を京都から追放した。この政変を契機に、身分浪士組は新選組と名前を変え、京都の反幕府勢力を取り締まる警察組織として本格的に始動することとなったのだ。そして沖田総司は副長助勤、一番隊組長を務めることになった。この辺りの新選組の結成については、以前アップした動画、騒乱の幕末に剣と誠を貫いた男たち新選組結成秘話で詳しく解説しているので、もしよろしかったらそちらもご覧いただけると幸いです。沖田総司が所有していたとされる刀は、菊一文字宣宗、大和の神安定、歌手清光の三振りと言われている。中でも最も沖田総司が愛用した刀と伝わっているのが菊一文字宣宗だ。これは下沢監視の作品新選組始末記の中で、沖田総司の刀は菊一文字細身の作りと記載されていたことから広まった。その後、司馬遼太郎氏の作品新選組血風録の中でも菊一文字という話が書かれており、沖田総司が菊一文字宣宗を手に入れたことが書かれてある。しかし、これはあくまで小説家が書いた小説の中の話であって、沖田総司が菊一文字宣宗を所有していたのはフィクションであろうというのが通説になっている。で、どうして？理由は、菊一文字宣宗があまりに貴重なことで、大名クラスですら手に入れるのが難しかったと言われている名刀だからだ。小説の中では、沖田総司が気に入ったのなら差し上げると書かれてあるが、現実的ではないからね。なるほど。沖田総司が最も初期に所有していた刀とされるのが歌集清光だ。新選組の名を一躍有名にした池田屋事件の際に沖田総司が指していたと言われる日本刀がこの歌集清光だ。激戦の末、刃先が折れてしまい、鍛冶屋に修理に出したものの修理不可で戻ってきたという記録が残っている。なら、この刀は本当に沖田総司が使っていたんだね。そうだね。そこで登場するのが大和の神安定だ。沖田総司がどのように
大和の神安貞を手に入れたかは不明だが、局長近藤勇の愛用する長袖小鉄に似ていると言われているので、その影響を受けてとてもよく似た大和の神安貞を指していたのではないかと言われている。沖田総司はこれらの刀を使って短い生涯を駆け抜けていたんだね。沖田総司は生涯独身だった。婚約者や馴染みの遊女の記録なども残っていない。遊郭での女遊びなどはあまりせず、近所の子供たちと寺の境内で遊んでいるようなことが多かったそうだ。しかし、そんな総司にもいくつかの淡い恋愛話は残っている。で、どんな？中でも最も有名なのが医者の娘との恋の話だ。司馬太郎の名作新選組血風録の中には、そのものズバリ沖田総司の恋という一点があって、この中でしばしは沖田の恋の相手として町医者中来玄節の娘おゆを登場させている。恋といっても全くの片思い、遠くからそっと相手の姿を見つめるだけの淡く切ない恋だ。この儚さ、ほろ苦さが女性ファンの圧倒的支持を得る理由なのかもしれないね。そうだね。他にも慶応3年4月26日、一人の身元不明の女性が死亡し、新選組の菩提寺ともいえる高円寺に葬られた。母姫名は沖田氏縁者総司との関係がいまいちはっきりしないが、血縁の人間でなかった以上恋人であった可能性も否めない。なるほど。総司の恋の相手だったのではと噂される女性たちの中で唯一名前が分かっている人もいる。え、本当？その人の名は金七条油工事にあった里重という旗野の娘さんだそうだ。しかしこの女性は人妻だった。新庄藩の御徒頭酒井勘左衛門という人の奥方だったそうだ。で、それじゃ沖田総司と恋愛関係にあったとしたら不倫してたということになっちゃうじゃないの。そうだね。こんな噂が立つくらいだからきっと親しくはしていたんじゃないかな。ただ新選組隊内でも人妻との不倫がバレて指導深くものとまめで処断された大使もいるくらいだから、沖田総司がリスクを冒してまで人妻と不倫するとは思えないな。そうだよね。まあ総司の恋は謎だらけだってことだ。沖田総司は新選組一番隊組長として潜伏していた尊攘派の老子を襲撃した池田屋事件など数々の難任務で活躍するも、1868年慶応4年に老迷、現在でいう肺結核で亡くなったと言われている。池田屋事件については、以前アップした動画近藤が奉公し沖田が剣を振るった池田屋事件で詳しく解説しているので、もしよろしかったらそちらもご覧いただけると幸いです。沖田総司の発病時期については諸説あり、長年この池田屋襲撃中に喀血して倒れたとされてきた。その理由は長倉新八の記した新選組顛末記や老子文久報告記事にそのように書かれていたからだ。しかし喀血は老害の末期症状で、喀血後の余命は半年から1年ほどとされ、沖田総司の死亡時期が池田屋事件から数年を経ていることから、現在では1867年慶応3年頃までは喀血などの症状はなかったと見るのが定説となっているようだ。なるほど。池田屋事件の後に病気になったってわけか。そして沖田総司は1867年慶応3年に入ると容態はかなり悪化してしまったようで、その年の暮れ12月18日に近藤勇が御料石の残党に狙撃されると、近藤勇と一緒に大阪に下って療養することになった。そして江戸期間後、松本良順の治療を受けながら千駄ヶ谷の植木や柴田平五郎宅の離れで療養することになった。そして5月30日にその短い生涯を閉じた。享年27歳。このシリーズでは誠の名のもとに鉄の組織を結成し、最後まで志と美学を貫いて戦った新選組について優しくわかりやすく伝えていきます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。